ぐるっとグルメ。今回は渋谷のグルメをご紹介。続いては路地裏の名店常連グルメのご紹介です。さあハンツさん、1軒目はどちらですか？1軒目はビストロブラウンです。それでは東急本店近くのビストロブラウンに行ってみましょう。こちらが常連グルメ1軒目、ビストロブラウン。ブラウンっていうだけあって木目調のですね、こう素敵な雰囲気のお店なんですけど、コンセプトが赤身肉とワイン。大人の女性をターゲットにした、あの赤身の塊肉を提供させていただいております。まあ、女性にも満足いただけるように、まあ、全てお店で手作りをして、あの味とコストパフォーマンス、盛り付けにこだわったお店になっております。いろいろなお肉が食べられそうだけど、食べるべき常連グルメは？ブラウンで食べるべきというか、ほぼほぼ全員が召し上がってるのがローストビーフです。お、こちらがビストロブラウンの定番ローストビーフ。ローストビーフはあの赤身の、あのもも肉を使用しております。前日から下味をつけて2時間ぐらいあの火入れをして準備してますし、そうですね、1テーブルに1台ずつは必ず出るような人気商品となっております。美味しさがやっぱりこのしっとりした中にこの芳醇な香りがですね入ってくる、まあ、ローストしてるっていうのも自分でなさってるっていうのもあると思うんですけど、この美味しさっていうのがやはりポイントの一つ。それとこれ 100g 入っても実は500円なんです。このお値打ち感というのがやはりみんなこれで虜になってですね、頼んでるメニューっていうのがあります。塊肉が売りって言ってたけど、ハンツさん、もう一品紹介して。もう一品となってくるとやはりランプ肉のこのステーキですね。お、こちらが自慢の肉料理、ランプ肉のグリル。まさに出てきた瞬間にドカーンとした感じ、これがですねもうたまらないですね。赤身で、あのももで肉の旨味があのたっぷり詰まった部位になります。丁寧にちょっと処理をさせていただいて、やっぱりあの大きな塊であの納品するので、まあ、1時間ほど処理をあのしております。そんなお肉のお味とは？結構レアなんですよ。でうわー綺麗と思いながら、しかもこの豪快な分厚さ、これをですねこういただいた瞬間にで、うわもう噛み応え抜群みたいな感じで、いやこれはですね絶対召し上がっていただきたいです。今回のお肉のテーマにぴったりのお店だったわね。私もぜひ行ってみた